皆さんこんばんは、ボリゴンボリゴン2ボリゴンです。さあ今日やるのは海賊王への奇跡VS マハのレベル60以上の攻略パーティーです。まあ簡単だね、そこまではね。一応海賊王への奇跡は2時間目イベントになりまして、集めていくんだけれども、どん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 レベル上げていけばいいと思います。道中ね、ロジャー、道中レイリーいますんで、そこでね戦って亀ももらえるし、まあ一周するのに3回ねうまくいけばバトル当たって、で2時間目もね大体20個ぐらい3人と当たればゲットできたりもするので、そこまで気にしなくてもいいです。はい、レベルをね停滞して60で足踏みしておこうとか、そんなに気にしなくてもいいかなっていうのが、まあ、前回やってのね感想かな。で今回はレベル60以上でこういうパーティーできました。もう上3人はねレギュラーですね。ルフィ&ヤマト、エナミ、ウソップですね。でちょっとねバトル3か4かな、クイーンキング戦が来た時にしびれ状態にされるんで、そのしびれ状態を解除するために、ロビンちゃんを入れましたと。はい、ロビンちゃんはねあんまり期待しないっす。でフレンドはもちろん、今回の特攻キャラであるイゾーね行こうと思ってます。イゾーが、仮面をねプラス3つ4つどっちやったっけな、アイテム追加してくれるんで、まあイゾーでフレンド行った方がいいかなっていうところだね。でレベル60以上ぐらいのギミックだとイゾーがね特段なんか回復してくれるだとか、必殺技で回復してくれたりエンハンスかけたりだとか、戦場効果で解除してくれるっていうわけでもなんでもないので、もうやっぱりこっちのね自陣の中でギミック解除する要因を入れていかなきゃいけないというところですね。はい、まあ行きようか。まあ今日ね、12時からやってきたばっかなのでね、イゾーの超スゴフェス、超スゴフェスじゃねえな、スゴフェスがね、やっぱねフレンドさん持ってない方も多いし、あとね8月6日にねなんだニカがねフェス限で来るっていうのがねもう目前なので、ここでね、虹の宝石を使ってね、ガシャを引くっていう方がねいないです、ほぼほぼ。ちょっと何考えてんのってちょっと俺も正直思いますなのでねフレンドにね遺像がいないんだよね。あと遺像はさこうね腹筋胸筋見せつけちゃダメだよ。だって顔女性っぽいのにね体男っていうね違和感をすごく感じます。はい、でここは、攻撃ダウンされるんで、まあ別にどっち使ってもいいですね。ロビン使ってもいいし、ウソップ使ってもいいですと。まあウソップ使おうかなここはね。で攻撃ダウンは解除しまして、やけどはね、特段、解除しなくてもいいですね。まあ、すごい楽なんだよね今のところね。はい、でね海賊王への奇跡って初っ端ロジャーだったじゃん。で次レイリーじゃん。俺てっきりさギャバンぐらいが来るのかなと思ったわけよ。もう海賊王だったやつらがなんだよ 歩んだ奇跡をこう踏襲していくっていうのがこうコンセプトにあるのかなと思ってたんだけども、いきなりマハ来たね。マハね誰っていうね、名前がマハっていうことすらも知らないっていうね。はい、ここでまあしびれロビンがね、サポート効果に入れてる、バルトロメオがね解除してくれましたと。攻撃やけど状態ね不安かもしれないんだけれども、まあ、そこまでねやけど状態はね気にしなくてもいいです。3000ぐらいなんでね。やべ、はい OK。 はい、で、2万ダメージぐらい食らわしてくるんですけれども、関係なくていいと。あと必殺封じ状態もされますが、問題ありません。あそうだ、戦長効果無効解除する要因がいないんじゃない、もしかして。あやばいかも。戦長効果をね解除するやつ、あそうだ こいつかこいつだね。あごめんなさいごめんなさい、ですね間違えましたね。はい、まずナミを使ってあげて必殺封じ解除で、ロビン使ってあげて戦長効果無効解除しましょう。はい、これで OK、 これで OK だ。それで必殺技を使って、なんか戦長効果無効程度なら別にロビンじゃなくてもいいのかな。 OK、 はい、これでもう余裕です。で遺像がね確実に虹の亀を追加してくれるキャラなので、プラス4か3だね。まあまあもらえますね。確定で追加するキャラは遺像だけなんだけれども、 0.75 倍の確率で、追加してくれるキャラがマハだったりだとかルフィ&ヤマトだったりするから、まあまあもらえますね。
はい、以上海賊王への奇跡レベル60以上はクリアしていきます。はい、それじゃあチャンネル登録の高評価お願いします。バイバイ。